スコット・ロバート・ソーマンは内野手。カナダ・オンタリオ州ケンブリッジ出身の元プロ野球選手。右ト左打。2000年、MLB ドラフト一巡目でアトランタ・ブレーブスから指名され、6月19日に契約。2006年にメジャーデビュー。オフに第1回 WBC にカナダ代表として出場した。2007年は、それまでの小一類種。 アダム・ラ・ローシュがマイク・ゴンザレスとのトレードでピッツバーグ・パイレーツに移籍したため一類種が不在となりクレイグ・ウィルソンとの併用が予定されていたしかしウィルソンの不審に陥ったためソーマンがレギュラーダッシュかと思われたが自身も不審に陥ってしまったブレイブスは優勝の可能性を残していたためメジャークス氏のスラッガーであるマーク・ティシェイラをテキサス・レンジャーズから大型トレードで獲得 そのため、主に代打としてプレーした。2008年はメジャーへの昇格はなく、AAA 級リッチモンドブレイブスでプレーした。夏には、北京五輪にカナダ代表として出場している。11月3日に FA となった。2008年12月1日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。2009年4月3日に放出された。 2009年4月7日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結んだが4月27日に放出された。2009年5月21日にカンザスシィロイヤルズとマイナー契約を結んだ。12月11日に再契約した。2010年11月6日に FA となった。2010年12月1日にレトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。 2011年11月2日に FA となった。2012年4月19日にメキシカンリーグのユカタンライオンズと契約した。4月24日に退団した。2015年からカンザスシティロイヤルズ参加ルーキー級バーリントンロイヤルズの監督に就任した。その後もロイヤルズ参加のマイナー球団で監督を務めており、2017年からは AQ レキシントンレジェンズ2019年からは AQ ウィルミントンブルーロックス2021年からは AAQ ノースウェストアーカンソーナチュラルズを率いている。ありがとうございます。